パッチ感の音切れ対策あるとすればなる。あ、これは簡単です。踏むタイミングです。あの高幸さん、ヒリックスのスナップショット、スナップショット機能ってヒリックスない方に説明すると、本当エフェクターボードのエフェクターのセッティングがバッと変わるっていう、エフェクターは変わらず繋がったままっていう感じがスナップショットっていうんですけど、機能があって、まあ音切れないんですよね。でパッチ感の音切れ、僕そんな気にしない方なんですよ、それって。あのだから踏むタイミングです。あの弾きながら切り替えると絶対音プシッと切れるので、弾きながら踏まないようにするとか。今できるかな、これ。例えば今同じセッティングの音が2つのプリセットに作りました。切れますね。ちょっと切れます。でこれを何かの曲の中で、これこの中でなんかソロっぽいことを弾きながら音色を変えるっていう、じゃあ音切れが分かるスイッチングやります。もう一回、また変えます。今何回もスイッチ切り替えてるんですけども、そんなに分かんないでしょ。まあ厳密に言えば分かるかもしれないけど、これ今みたいにあの音出しながら切り替えないで、音の出てないとこでうまいこと切り替えれば、こう桶の中だと分かりにくいっていう、こういうテクニックですね。これはよくやります。はい。でゴゴティさん、質問で恐縮です。ピッチに関して、はい、大前提ですね。チューニングが一番大事だと思いますが、場合によっては録音後に DAW 等でピッチ補正することはありますか？あります。はい。いろんな考え方があると思うんですけども、いろんな考え方あると思うんですよ。その演奏する録音物ですよね。録音物で絶対直すっていうわけじゃないでしょ。絶対直すってわけじゃなくて必要に応じて。そう。だ僕もね、変な話、自分でちょっとあここって思うときは直しちゃうときもあります。直すというか、ちょっと合わせ、全体に合わせるというか、あの何かというとですね、あの基準ピッチっていうのはちゃんと合わせてるんですよ。チューニングもちゃんと合わせてるんですけども、あのやっぱりこれ、あとキーとか、あと何でしょうね、他の楽器のチューニング、まあチューニングじゃないな、まあ、もちろん DAW 上、 DAW 上では、まあ、大体僕441に合わせるんですけど、マスターの441にするんですけども、やっぱちょっとキー聴感上ちょっとおかしく聞けるときはあって、もうそういうときはちょっとずらすだけですんごく聞こえ方が良くなったりするんですよ。そういう時はそっち優先してやっちゃう時あります。でこれなんでやるかっていうと、あのピッチが悪くて気持ち悪いからっていうよりは、あの演奏のニュアンスがすごい良かった時、プレイ、例えばギターソロをなんか、じゃあこの8小節ギターソロ弾いてくださいって言って自分で、まあ、弾くじゃないですか。その時にあのうわいい感じで弾けた、でもちょっと最後のチョーキングがちょっと高いとかっていう時ってもったいないですよね、すごくね。で
それこれ考え方あります。だったらもう一回弾けやってことなんですけども、ただもちろんパンチインでそこだけ直すっていうのもありなんですけど、ただそのこう例えばワンテイク目、テイクワンでうわーってこう弾いた時の勢いとか、そのこう考えるよりもなんかこう 音で追ってるって変だな、あのまあまあ、あのそういう時ってやっぱその勢いってなかなか2回目以降出せない時あるんですよ。そういう時は、まあ、取っといて最後チョーキング、最後チョーキングちょっと高いのはこれはいいのか味なのかどっちなのかっていうのを判断してちょっと変える、ピッチが、まあ、簡単にできるんで、僕はメロダイン使いますけど、だからあのはやりますね。うん、だから補正することはありますかって言うとあります。これ系はね、あのそれインチキじゃないかっていうふうに自分も昔は思ってたんですけど、でもね、あのインチキって言ったらもうね、録音できるって時点でベートーベンからしたらインチキですよね。だってあの全部譜面と頭の中で全部出来上がってて、それをだって打ち込みも何もなくて、あのオーケストラの皆さんに楽譜を配って全員でバンってやるまで音ないんですよ。だってすごくないですかそれって。すごくないっていうか、ちょっとすいません、あのベートーベンを例に出すのはちょっと天才すぎてちょっと自分で今恥ずかしくなっちゃいましたけども、あのそういうね、天才の皆さんからしたらもう録音できるって時点で何でしょインチキじゃないかって思われちゃうような気がして、それのインチキじゃないかっていうのはずっと時代時代であって、えパンチインできるのそんなのダメだよっていう時もあったかもしれないし、僕はパンチインとかは別にいいでしょうっていう感じでしたけども、それがね、例えばピッチを変えるとかっていう、あの後で直すとかっていうのも、あのもちろんやってらっしゃらない方もいると思いますよ。それ内情は僕知りませんので、それぞれの方はね、やってない人もいるだろうし、やってる人もいるでしょうし、まあ、だからそこまで悪とは思わないですよね。あのその時代時代でやっぱり特に録音物においては、まあ、それをわざとあの表現として使う時もありますしね、 ありえない音程の動きを後から書いちゃったりとかしたりして、だからあんまりそこに関してはそのなんだろう、表現の形としてはいいんじゃないのっていう風な感じの考えですね、僕自身は。うん、何でもかんでも直せばいいってもんじゃないですけど、もちろんね、何でもかんでも直すと結局ね、これやった方分かると思うんですけど、一個直すとね、違うとこが気になりだすんですよ。でもキリがなくなるんですよ。そうすると全部ぴったり揃えないと気にな、本当気になっておかしな感じになっちゃうんですよ。やっぱ流れがあるんで、でそのピッチ直すっつっても何でもかんでもすごいピッチにぴったり合えばいいってもんじゃなくて、ほんと難しいところですよね。